今回は Steam ラボ1周年記念ということで、これまでに実装された機能を振り返っていきたいと思います。初めての Steam。 はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ユーロです。はい、前回ね、3日4日ぐらい前に初めてのSteam配信したところなんですが、そこで半年ぶりって言ってたんですが、はい、もうすぐに次の初めてのSteam撮りたいなと思いました。はい、祝Steam ラボ実験1周年ということで、Steam ラボの機能をよりよく知ろうというテーマにしました。はい、自分答っておきますが、このSteamさんがSteamラボというコーナーを設ける前から、僕は YouTube 動画で、このチャンネルでSteamラボというのをね、その実験的にいろんなことを研究するという意味で動画を撮ってたんですよ。だから、いわばちょっと分かりにくい例えかもしれませんけど、パラディンズとオーバーウォッチって、実はオーバーウォッチのパクリのパラディンズって言われてますけど、パラディンズの方がオーバーウォッチよりも先に開発されてるんですよ、ね、みんなそれ知らないでしょ。パラディンズがオーバーウォッチのパクリって言われてるじゃないですか。似てますね、それとね。はい、で、7月14日付でですね、この祝Steam ラボ1周年ということで、ブログに登場していました。はい、で、Steam ラボは研究と探究と皆さんとの対話を通じて新しく改善されたバージョンの Steam 潜在的可能性を調査する場所ですと。はい、設計プロセスにおいて最も重要なのはユーザーとの関わりが始まる瞬間ということで、あくまでもユーザーがその Steam を使用する、そのユーザーメインのサイトにおいて、やっぱりそのフィードバックを受けながら、機能を追加していきたいという目的のもと、この Steam ラボっていうのが開設されたんですよね。で、それがもう1年経って、で、これまでのご協力に大変感謝していますと、2年目の実験へのご協力もお願いいたしますということで、まだまだ続きますよっていうことなんですね。はい、で、今回1周年を記念してコミュニティのおすすめというのが、実装されました。はい、拍手。これはね、自分もいい機能だなと思っていました。コミュニティページって本当そのゲームが好きで見てる人は見てるんですけど、本当なんかトップページとかに来るわけではないので、なかなかその人がおすすめしているゲームを探すにあたって、このコミュニティのおすすめ Steam ラボを利用するっていう人はそこまでいないんですよね。なんでこの実験が今回初めて正式実装されることによって、より人のおすすめ、フレンドたち、また他の人たちが進めているそのレビュー付きのゲームを探しやすくなるんじゃないかなと思います。はい、100枚券にしかずなので、早速見ていきましょう。コミュニティのおすすめ、これが、はい、出てくるようになりましたよっていうことなんですね。はい、でここもフィッターっていうのがあって、これ以前に多分紹介したと思うんですけど、自分の言語でいつ書かれたレビューか、昨日か先週か先月かも選べますし、プレイ時間、だからもう100時間以上遊んでる人のレビューしか見ませんよと、だから遊び込んだ人のレビューほど信頼できるものはないのでって思われるんでしたら、ここ100時間以上とか、1000時間以上、もうガチで遊んでる人ですよね、はい、を見ると。でも1000時間以上になってくるとさすがになかったりとかするので、おすすめはですね、100時間以上でもいいんですが、10時間以上でも結構いいかな。1時間以上にしてしまうと1時間から10時間の人のレビューも入ってくるんで、だいたい10にするか100にするかですね。はい、じゃあここでは100を見ていきましょう。100時間プレイしてした人が昨日書いたレビューがこうやって並びます。はい、これはフレンドに限らずです。さまざまなゲームをここから取ってきています。例えばペルソナなんか、すごい話題だけど本当に面白いのかと、自分は知らないぞペルソナの世界は、自分は Steam PC ゲームしか遊んでこなかった、コンシューマー遊んでこなかったから、いいいいって聞くけど本当にいいのかと。でそういう時にはこの
200時間ほどでフルコンプ、400時間ほどプレイした人のレビューとかはこれ見れるんですよね。でさらに詳しく見たい場合はこの人のこのページに飛ぶんですよ。で、おすすめですよということが書かれていて大変参考になるということですね。こういうあの個別ページのレビューをすぐに見つけやすくなったのがこのコミュニティのおすすめですね。で今ほらアワードでポイントとかを使ってアクションできるじゃないですか。だからこういうのをしてあげてね、その参考になったレビューにはお礼としてそういうのをこうポイントを分け与えてあげるとかっていうこともできると思いますし、こういろんな Steam の機能との連動でもっともっとこう Steam が楽しくなりますし、おすすめのゲームを探しやすくなるんじゃないかなと思います。でこれずっと見ていくとね、結構剣士であるとかレムナントであるとか割と自分が気になっているゲームとかが選ばれてるんですよね。なんで自分がウィッシュリストに入れてもらうものであるとか、自分が気になっているジャンルのものであるとか、以前におすすめしたことがあるものであるとかっていうことが選ばれているので、こんな感じで、見ることができると思います。今100時間で昨日書かれたレビューにしているので、例えばここ先週書かれたレビューにするとまた当然こんな感じでゲームが増えますよね。なんかこう自分がやっぱくすぐられる、ゲームばっかりなんですよね。はい、こう変なゲームのレビューは出ないんで、自分がこう気になっているゲームをちゃんとSteam が今までのプレイ経験から理解してくれて出しているので、はい、これはかなりいいんじゃないかなと思います。やっぱりね、レビューを参考にしてゲームって決めたいじゃないですか。で、あんまりやり込んでない人のゲーム、レビューって、そんなにこう信頼性、信憑性が薄い場合もありますよね。もちろん、そうじゃない場合もあるんですけど。であるならば、ここのフィッターのところをこう100時間以上にして、たくさん遊んだ人のレビューを知りたいとかなりますよね。はい、こういうのがすぐにできるようになったっていうのがコミュニティのおすすめですね。はい、そして、過去に実装されたものとしてインタラクティブレコメンダーがありますね。まあ、これはもう何度も今まで話しているので、ちょっとざっといきたいと思いますけど、この自分のプレイ経験、プレイしたゲームに基づいて、人気のあるもの、そして例えば、新しいもの、1年過去1年の発売のものをこう設定しますよということをすることで、候補が出てくるっていう感じですね。先を急ぎましょう。でポイントは、自分がプレイしたゲームから、たくさん時間プレイしたゲームであればあるほど、まあ、自分が好きなゲームと判断されるので、はい、人気優先、これは多分 Steam の評価が関係すると思うんですけど、人気優先するのか、ニッチ層の、ゲームをちょっと探すのかとか、で年数も古いとか新しい過去3年以内の、自分に合ったゲームを探すのか、で自分はたくさん確かにプレイしたんですけど、このジャンル外そうかなっていうところはここ除外を押すことで、はい、また好みが変わってきます。はい、まあ、こういうものを選びながらで、タグフィルターを追加、インディーゲームだけを探そうとか、その特定のジャンルだけを探そうというところもできますし、逆にその、RPG を外したり自分の除外するタグを選ぶことができます。そうすることによって絞り込みを行いますし、まあ、ウィッシュリスト内のゲームを除外した上で新たにウィッシュリストに登録するためのなんかきっかけ作りにもこれレコメンダー役に立ちますし、はい、これももうすでに実装されています。はい、そして、まあ後で見ますけれども、プレイネクスのおすすめ、次積み毛になっている自分のゲームの中から次プレイすべきゲーム何かを自動検出してくれる、これはまあクライアントの方のライブラリーで見ないとわからないんですが、そういう機能があったりとかで、強力な検索ツールということで、検索クエリなんかがね登場して、それはこういうところに生かされてるんですよね。価格で絞り込んだり、その個人設定で絞り込む、スルー中のアイテムを非表示にするとか、タグで絞り込むインディーアクションとかを選ぶことができますし、そのより
ジャンルでもこうマッチングしやすくなったんですよね。自分のプレイしたいゲームがすぐにマッチングしやすくなった、はい、強力な検索ツールに生まれ変わったということで、はい、強化されてるんですよね。なんでもともとある機能が、検索ツールという機能が強化されたっていうこともこの実験的に行われたんですよね。ユーロチャンネル、はい。そして、プレイネクストというのはどういう機能かというと、まあ、これあの Steam クライアントの方なんですけど、自分のライブラリー持っているゲームが全て、表示されると思うんですが、このライブラリーの新着最新のゲームの次ですね、まあ、これ並び替えすることもできるんですが、デフォルトだと3つ目ですかね、はい。まだプレイしていないこれらのゲームがあなたのようなプレイヤーに好評ですということで、自分が、のライブラリーにあるゲームの中から、次にプレイするべきこう最適のゲームを教えてくれるというか、このゲームまだプレイしていないですけどみんながおすすめしていますよとか、またこれも、自分の趣味思考に基づいて、次の最適なゲームを選んでくれるということで、はい、自分の場合だと、ダークソウル3とか、まあ、ハックネットフォールアウト4、ザップですね、グリムドーンのような感じ、ブライトメモリーとかね、そういうこう話題の人気のゲームが選ばれている感じですかね。まあ、このプレイネクストに関しては結構、ゲームを所有している人向きというか、積みゲーを消化する上で役立つ機能になってますね。はい。そして、最後は Steam ニュースハブの実装ですね。Steam にはこういろんなゲームのニュースを見たい場合に、別に購入しなくてもそのゲームをフォローすることによっていろんな通知を受け取ることができるんですけれども、それをこう見やすく一堂に会して、同じページで見ることができるようになったのがこの Steam ニュースハブなんですね。はい。上から Your News、Your App、カミングイベント、これから行われるイベント、今はないって出てますけどね、はい。そして、それを込みにしたすべてのお知らせがこのような感じで時系列で出るんですね。昨日こういうことがあったとか、ずっとこう時間を遡って見ることができると、火曜日こういうことがありましたよと、はい。で、ゲーム、個別のゲームを検索することもできますし、このね、フィッターズがまた便利で、イベントだけを見たい場合とか、ライブストリーミング、アップデート、リリース、セール、ニュースと、自分が見たいものだけをピックアップして、ここに掲載することができるんですね。こういう、視覚的にチェック項目がついたっていうのも、この、Steam ニュースハブの特徴になっています。なので、こう、やっぱり、ずっとこうゲームをやっていて、ちょっとアップデート待ちかなって思って中断していたゲームなんかのアップデート情報ってなかなかこうパッと見ることができない、ことがあるんですけれども、この Steam ニュースハブが実装されてから、そういうイベントとかアップデート情報っていうのをいち早くキャッチすることができて、あ、こういうイベントが来てるのか、あ、こういうアップデートが来てるんだったら久しぶりにやろうかな、あ、日本語に対応したんだ、じゃあちょっとやってみようかという感じで、この Steam ニュースハブがあるおかげでそれに気づかされて、またゲームを続きからプレイする、動機づけになるっていう、まあそういう、機能なので、これもなんか使い勝手によってはまだ実験中で、これからどんどんブラッシュアップされていくと思うので、まあ注目の機能の一つだと思います。まあ今でもこんな感じです、結構使える機能ではないかと思います。失礼いたしました。あつ森と出てしまいました。で、もちろん棚上げになった実験ということで、実装されなかったものも出ています。はい、すべてはですね、はい、ここの Steam ラボのところを見ていただくと、はい、どういうものが今まで実験としてなったか、で実装完了したかとかっていうことがわかるので、ここを見ていただければいいのではないかなと思います。で、コミュニティのおすすめについてはここのストアのところでいけますし、例えばこのコミュニティのおすすめのところのここですね、カスタマイズタグなどというところをこうクリックすると、そのコミュニティのおすすめに行けますし、当然こうやってトップページでね設定することによってこうやって見ることもできますしね。で、あと
キュレーターのおすすめ、自分がフォローしているキュレーターのおすすめも出ますし、レコメンダーはですね、あなたのようなプレイヤーに好評、ここですね、の探索とカスタマイズを選ぶと、はい、レコメンダーに飛ぶことができますし、ということで、はい、トップページね、結構、もうすでに出ているので、正式実装されているので、なので、トップページ、もし、この表示はいらないなとか思われるようでしたら、ここにね、この右上のところに、カスタマイズというのがあるので、何を表示して何を表示しないかっていうことをこうやって選ぶことができるので、まあ、自分は週刊スチーム通信とか、配信している都合上、まあ、情報はたくさんあった方がいいということで全部チェック入れてるんですけど、まあ、自分にとってこれはいらないなっていうところをこう外すことによって、より自分仕様のトップページにカスタマイズすることができるので、まあ、スチームラボで実装された機能と相談しながら、何を残して、何を除外するかということを、このカスタマイズからチェックを外すことでできるので、それも覚えておいて損はないかなと思います。まあ、大体ね、トップページをこうダラダラと見る中で、やっぱりこう自分に必要なものって多分限られてくると思うので、はい、個別ページに行く前のトップページを充実させるっていうのは、一つ大事なことかもしれませんね。ピンポンパンポーン。はい、以上いかがだったでしょうか。Steam ラボね、1周年を迎えて、これからもどんどん新機能が登場するっていうことが言われてますし、はい、またSteam で自分がまだ知らないゲームって多分たくさんあると思うんで、そういうゲームに出会いやすくしてくれる様々な機能を多分これからも実装してくれると思いますし、はい、このSteam のブログにもちょっと注目していきたいと思いますね。はい、進行中の実験ということで、ニュース、イベントハブ、クエリ拡張、ミニ予告編、今後についても、近日公開のアップデートでフォロー中のスチームキュレーターからのニュースを含める機能が追加される。それによりお気に入りメディアからの投稿をスチームニュースの個人用のビューに表示できるようになるとか、キュレーターって結構孤立している感があるんですけど、このニュースハブと連携するっていうことですよね。で、新しい閲覧方法、これまでおすすめと検索にはかなり力を入れてきましたが、また魅力的な閲覧方法が追加されますよということとか、また、Steam ラボの掲示板もあって、たくさんのアイデアがここに生まれているので、これを共有しながらフィードバックを得ながらまた実装していきますよということも語られているので、まあ、Steam ラボはこれからもSteam を利用する上で、まあ、このチャンネル Steam のね、情報チャンネルとしてもやっているので、また随時お知らせできればなと思います。また初めての Steam で何かこう撮りたいものがあれば、動画をどんどん撮っていきたいと思いますので、チャンネル登録とクリックお願いします。ではまた、ユーロでした。バイバイ。